たけちゃんバーベキュー爆破事件か。たけちゃんバーベキュー爆破事件の全貌ですね。これ言いましょうか。これ言いましょう。じゃあ、たけちゃんって、まあ、僕の友達で一緒にホテルでアルバイトしてたやつなんですけど、こいつがその、まあ、一回やらかしたバーベキューのこう事件なんですけど、まあ、事件って言っても大したことじゃないですよ。ほんまに短いですこれは。そのまあ前一回言いましたけど、こうテーブルがテラスにテーブルがブワーッと並んでて、うちのホテルのバーベキューの会場はテラスにバーッと、テーブルが並んでて、でそこにバーベキューのコンロがセットされてるんですよ。丸テーブルで、丸いテーブルでイメージしてください。真ん中にコンロがセットされてるんです。まあよくあるやつです、本当によくあるやつで、真ん中で焼くんですけど、でそのコンロがまあ炭火じゃないんですよ。なんか石みたいな、ちょっとこう遠赤外線が出る石みたいなやつが置かれてて、その下にガスコンロがセットされてるんですね。でガスコンロでまず石をめっちゃ熱して、その石のまあ熱で焼くみたいな、まあ実質はガスコンロで焼いてるんですけど、そのっていうのがあったんですよ。でガスコンロやからガスが必要で、必ず小さいガスボンベがこうセットされてるんですね。でそれはもう毎開店時間前に必ず全コンロチェックして、僕らがチェックしてちゃんとボンベがあるかで、あのお客さん来られたらいらっしゃいませってんでご案内して、お席ご案内して、まず火つけさせてもらいますって言って火をつけて、でその後でお料理をお出しするっていうのがまあいつものスタイルだったんですよ。でなんすけど、まあ結構もう老朽化してきてるコンロとかがあって、こううまいことこうつかないんですね、火が。うまいことこうパッとつかないんですよ。あのカチャッカチャッっていう感じの、あの昔のコンロ、あのカセットコンロと同じような形なんですけど、つまみのところがこう右にカチャッカチャッってやって、カチッっていうところで、あの火花が散ってボッて火がつく感じのやつ、わかりますよね皆さん、大体イメージしてくださいね、やつなんですけど、もうその火花の部分、そのプラグの部分がもうイカれとるから、カチの火花が飛ばないんですよ。だから僕らどうしてたかというと、常に1人1個チャッカマンを持ってたんですよ。チャッカマン持たされてて、でチャッカマンでその火をつけて、ガスを出すみたいなことをやってたんですよね。そうやってつけてたんですよ。だけどそれがまあそのやり方が絶望的に下手くそなやつがいたんですよ。それがタケちゃんやったんですよ。で、めっちゃ下手で、まずつけるのも、カチャッカチャッっていうのも古いとはいえつくんです。で、上手な人はチャッカマンも使わない。それだけで一発でつけれるんですけど、下手くそはいつまでたってもそこはつかないんですよ。で、とある時に大学生かなんかの、まあ、サークルが泊まりに来てた時に、まあ、大学生が、集まって8人ぐらいがテーブルに座ってる状態で、さあタケちゃんがご案内してるっていうところを見てたんですよ僕らがね。でまたそのコンロがちょっと火つきにくいやつやって、俺はちょっともう結末予想してこう見てたんです。でほな、あの火をつけさせてもらいますとか言ってこう下に潜り寄ったんですけど、カッチ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 、少々お待ちください、カッチ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 ってこう響いてるんですよ。このカチカチの音だけがこっちも聞こえてるんですよ。めっちゃカチ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 みたいな。でこうカチカチめっちゃカチカチやってると、まあだんだんそのコンロの内部にこうガスが、当然ですけどガスは出てるんで、カチカチやってるとガスは溜まっていきますよね。でカッチ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 ってなって、で僕らはあのベテランの人たちは分かってるやつはどうするかというと、あんまりやりすぎたらガスが溜まってるのやばいから、やばいから一回あのふーって吹くんすよ、ふーってあのそこのガスのところを、ちょ一回やばいからなんか仰いだりとか、あの息で吹いて一回ガスを散らしてもう一回カチカチやるんですけど、まあ焦っとったんでしょうね。カチ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 ってなって、であかんと思ったんでしょうね。もう時間かかりすぎてるし、おもむろにチャッカマンをそこに差し込んでポンってやりよったんですよ。だからお客さんは全員なかなか火がつかへんから下に潜り込んで、
コンロをみんな覗き込んでやったんですよ。ね、コンロをもうちょっと覗き込ん、大丈夫か、つかへんなみたいな感じでみんな覗き込んでやったところに、タケちゃんが今度チャッカマンをカチッってやった瞬間、ドンみたいな、あの本当にもうインパクトみたいな、もう柱が、光の柱が、ほんまに2メーターぐらいの光の柱がそのコンロの真上にこうドンみたいな感じになって、カチューって言うんですかね、カチューがもうボンってなって、で覗き込んであった人らが全員うーわーみたいな感じでのけぞらはったんですよ。でもう椅子から転げ落ちるぐらいの勢いでみんながのけぞったんですよ。ドンみたいなこと言って、でそのしかもすすみたいなのが結構ね溜まってるじゃないですか、当然そのコンロですから。そのすすみたいなのがその後パラ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 ってテーブルにパラ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 って落ちてきてたんですよ。でその状態でタケちゃんは、はい着きましたんで、じゃあお料理お持ちしますって言って、もう全くその上でドンって絶対に気づいてるんですよ。上でドンが起きたことに気づいてるんですけど、もうそれ触れたらなんか負けやと思ったんでしょうね。それに全く触れず、はい、じゃあお料理お持ちしまーすって言って、スッて、もうほんまに回れ右、スッてして、立ち上がってスッて回れ右して、俺らの方を見て、もうあの、何の感情もない顔ですよね。笑うんかなと思ったんですけど、何の感情もない顔で、もうほんまにその、北斗の拳のエンディングみたいな感じで、帰ってきよったんですよ。で、僕らはそこで、もうほんまもう、死ぬほど笑けたっていう。それがもう能面みたいな顔で、光の中で揺れてるの状態です。もうそれでうーわー帰ってきて、あんで後ろからも聞こえてるんですよ。なんやあいつ、なんやねんこれとか言って、後ろから大学生のちょっと聞こえてるんですよ声が。いや危なあいつ、なんやねん、何も言いよらへんやんけみたいな感じで聞こえてるの、もう絶対聞こえてるはずなんです、背中越しに。それをもうすーわーみたいな帰ってきて、何事もなかったかのように、ちょっと肉取ってくるわみたいな、すげえすげえなんやこれ、俺ら何見たんや今みたいなまあまあっていうことがあったっていう。だからもう当たり前やねん、こんなことはいつも、これはいつもなんよっていうことを多分アピールしたかったです、たけちゃんは。おそらくね、おそらくですよ。そのこれで、うわすいませんごめんなさいって言ってしまったら、なんか特別なことが起きてしまったと思われるじゃないですか。要はそのね、これこういうもんやねんと、このコンロはこういうもんやねんっていうのを多分アピールしたかったんです、タケちゃんはね。だからもう何事もなかったようにスーって立って、じゃあお料理お持ちしまーす、てもうバーベキュー永遠にですよね。もうすごいことが起きて、まあ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 、でもそのとりあえずまあクレームにはならなかったんですけどね、クレームにはならなかったんですけど、まあその後も何度か同じようなことが起きたんで、まあたけちゃんがだから火つけに行く係の時はみんなちょっと注目して見るっていう、はい、あのそういうのが僕らの中のそのマイブームに一時期なってましたね。はい、これがタケちゃん BB バーベキュー爆破事件の、まあ、全貌です。はい。